三重町駅は大分県文豪大野市三重町赤峰にある九州旅客鉄道法被本線の駅である。文豪大野市の中心駅で特急列車を含む全列車が停車する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅になっている。互いのホームは古戦橋で連絡している。駅舎は開業時のものだが、 1988年に洋風な三角屋根に改装されている。2016年に駅舎の外観の塗装が茶色とクリーム色に変更された。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口自動券売機が設置されている。かつて売店があってキオスクが撤退したため代わりに地元の業者が売店営業を行っていたが、 現在は閉店された。ワンマン運転では当駅で生産方法が変わる。犬界、大分方面は都市型ワンマン運転を行う。大分方面からの折り返しが7本、分後竹田方面からの折り返しが2本ある。当駅で分後竹田方面から大分方面行きの朝の1本、大分方面から分後竹田方面行きの夕方の1本が乗り換えが必要となる。 平日朝6時台には当駅始発、文語岳田駅が一本ある。2014年3月15日のダイヤ改正で、大分方面からの最終列車が0時14分の到着となり、大分駅、中山香織駅、柳川浦駅、薄木駅、文語岳田駅、庄内駅と同様に日付が変わってから、最終列車が到着する駅となった。駅出口正面側に、 文豪大野市の中心市街が広がっている。駅周辺は商店街や住宅地になっている。駅正面の県道を700メートルほど南へ下ると国道326号と交差しており、ここから国道沿いに100メートルほどのところに観光庁が集中している。かつては JR 九州バスース3線が駅入り口のすぐ横から発着していたが2007年4月1日に 開始された。路線の運行は、大野交通と、宇津交通が引き継いだが、他の路線同様、三重駅前経由となった。ありがとうございます。